こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は嬉野温泉駅周辺まちづくりシンポジウムの話題からお届けします。それではどうぞ。2月11日土曜日、市内宿泊施設で嬉野温泉駅周辺まちづくりシンポジウムが行われ、およそ80人が参加しました。これは2020年に開業を迎える嬉野温泉駅周辺のまちづくりについて考えるものです。第1部では嬉野市出身の映像プロデューサー古田誠吾さんによる基調講演、地域ブランディングとプロモーションがあり、古田さんがこれまでに手掛けたさまざまなプロモーションを参考に、これからの嬉野の魅力の見せ方について話されました。そのスマートフォンで、その温泉お茶ともに歴史と品質が、まあ、日本で最強ってことは僕は世界で最強だと思っているんですけど、で、嬉野ってのは実は日本トップクラスの2大コンテンツを有する、僕は地方創生においては勝ち組だと思ってます。ちゃんと伝えれば必ず勝てると思っております。第2部のパネルディスカッションでは、コーディネーターを佐賀大学教授で嬉野温泉駅周辺まちづくり委員会長の三島教授が務め、パネリストとして映像プロデューサー古田誠吾さん、日本の伝統工芸などを国内外に発信している丸若博俊さん、谷口嬉野市長を迎え行われました。全体の回遊性っていうのもここに凝縮されたような、そういう、駅前空間を整備していこうというふうになっていたんですね。その個人的な見としては緑をすごく配置されているのは本当に個人的にものすごく大賛成です。いわゆるどういう人たちがここを回遊してて、それで何が生まれてっていうのを目的しているのはですけど、結構明確化していく作業が今後必要になっていくのかなと思っております。ですけど、この嬉野の場所を好きと思ってもらえるような形で帰ってもらえるような、最初導入で全てが決まるというか、なのかなっていうふうには思ったりしました。頑張ってないかなと思うんですけど、それでは手軽にこの話を、嬉野温泉駅周辺のまちづくりについてのさまざまな意見が出され、来場された皆さんは熱心に聞いていました。嬉野市文化スポーツ振興課より文化施設活性化プロジェクトスカッチャエリバティライブ開催のお知らせです。1月の参加募集から始まり、練習、リハーサル、舞台発表までをリバティがプロデュースするという企画で、3月25日土曜日お昼12時から午後7時まで、26日日曜日午前10時から午後6時までリバティ文化ホールにおいてフリーライブを開催します。出演は市内外の弾き語りバンドの15組、また3月25日土曜日のみオープニングアクトに福岡よりバミューダトライアングル、ゲストとして関西よりガガガスペシャルサボテン、福岡よりザ・フォーエバーヤングの3組のバンドに出演いただきます。ライブの入場料は両日無料ですが、整理券が必要となりますので、リバティ嬉野市中央公民館、塩田公民館、嬉野公民館、嬉野交流センターなどご覧の整理券配布箇所をご利用ください。詳しくは嬉野市市民福祉部文化スポーツ振興課リバティ内、電話0954669320までお問い合わせください。めったにないプロ天野
さまざまなジャンルが揃ったスカッチャーリバティライブにぜひご来場ください。佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターでは嬉野観光ボランティアガイドを募集しております。今回募集しておりますガイドさんは2種類、まず1つ目は、車椅子ユーザーや視覚・聴覚障害者の方々をご案内するガイドさん、そして、2つ目は、外国人の方をご案内するガイドさんの2種類です。車椅子ユーザーや視覚・聴覚障害者の方をご案内するためにバリアフリーツアーセンターで、モニターを行いまして、そこでトレーニングを積んでいただいて、お客様をご案内いたします。外国人の方々にも同じように、モニター開催をいたしまして、その中でトレーニングを積んでいただいて、そしてお客様をご案内していただくという、そういう形になります。現在第1次で募集いたしましたガイドさんたちが佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターと一緒にいいトレーニングを積んでいらっしゃいます。これから募集する皆様、第2次の募集になりますが、こちらもですね、今後トレーニング訓練を積みまして、来年度からお客様をご案内したいというふうに考えております。優しい気持ちをお持ちの方なら老若男女、すべての方を募集しております。ぜひ多くの方のご応募をお待ちしております。皆さん、こんにちは。私たちは嬉野市食生活改善推進員会員です。通称ヘルスメイトと呼ばれてます。皆さん、食育という言葉を知っていますか？最近よく聞きますね。保育園や学校でクッキングしてもらっているあれですね。私たちは学校に行って子どもたちと郷土料理やお茶の料理などを作って食育教室をしています。育ち盛りの子どもにとって食事は大事です。そうそう、体の健康もだけど心の健康も大切ですよ。朝ごはんをしっかり食べましょう。好き嫌いせず何でも食べましょう。やっぱり食育の主役は家庭です。学校や保育園などいろんな団体が食育の取り組みをしていますが、一番大切なのは家庭での食育です。毎月19日は嬉野市家族だんだん食事の日です。家族揃って食卓を囲んで食事をしましょう。食事中はテレビを消していろんな話をしましょう。家族と一緒に楽しく料理を作りましょう。私たちヘルスメイトは嬉野市の食育を応援しています。健康づくり課からお知らせいたします。3月は自殺対策強化月間です。自殺は誰にでも起こり得る命の危機です。大切な人の命を守るために身近にいるあなたにもできる自殺予防があります。キーワードは気づく、傾聴する、つなぐ、見守るです。気づく、眠れていない、食欲がない、イライラしているなど、いつもと違うと思ったら声をかけてみましょう。傾聴する、本人の気持ちを尊重して悩みをじっくり聞きましょう。つなぐ、専門の相談機関などにつなぎましょう。見守る、心の悩みはすぐに良くなるわけではありませんので、温かく見守りましょう。嬉野市では心の体温計というメンタルヘルスチェックシステムを導入しています。パソコンや携帯電話から簡単にチェックできますので、ぜひご利用ください。
嬉野市心の体温計で検索していただくか、嬉野市のトップページのバナーからもご利用できます。一人で悩みを抱え込まないで、まずは相談してください。内容に合わせて相談窓口をご紹介いたします。以上、健康づくり課からのお知らせでした。3月の塩田町の在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。3月の小児時間外診療はご覧の通りです。3月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。3月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。最後はゆっつらくん健康体操投稿動画の中から、元祖忍者村肥前夢街道の作品をご覧いただきながらお別れです。次回もお楽しみに。